皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はキャンドゥから新しく発売された生ジェルネイルシールの使い方をご紹介します。貼るだけで完成する普通のネイルシールとは違って、こちらは半生状態のジェルでできたネイルシールなんです。爪に貼った後はジェルネイル用のライトに当てて固めるので、爪にしっかりフィットしてより長持ちさせることができますよ。ネイルシールを剥がれにくくする貼り方や取り除く方法などもご紹介していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回ご紹介するのがこちら、キャンドゥから発売されたライトキュアリング UV ジェルネイルシールです。このジェルネイルシールは普通のネイルシールとはちょっと違うものなんです。100円ショップでよく売っているネイルシールは、開けてそのまま爪に貼り付けるだけのネイルシールですが、今回ご紹介するこちらのジェルネイルシールは半生状態のジェルでできたネイルシールなんです。半生状態なので、シールを貼り付けた後ジェルネイル用のライトに当てて固めて完成します。ネイル用のライトは別売りになっていて、キャンドゥやダイソーなどで購入可能です。また普段皆さんがお使いのネイルライトでも大丈夫です。この半生タイプのネイルシールと一般的な普通のネイルシール、この2つを見分けるにはパッケージに注目してみてください。普通のネイルシールは透明なビニール袋に入っていてシールが見える状態ですが、半生タイプのジェルネイルシールは光が入らないように白い箱に入っています。太陽の光が当たってしまうとシールが固くなってしまうからです。半生タイプのジェルネイルシールを購入したい方はこのパッケージを目印に探してみてくださいね。また今のところ100円ショップのダイソーにも同じ半生タイプのジェルネイルシールが販売されています。同じような白い箱に入っていて、キャンドゥは今のところ5種類、ダイソーにはハンドとフット合わせて20種類くらいのデザインがあります。キャンドゥもダイソーも1箱税込み330円ですが、ダイソーは12枚入りなのに対してキャンドゥは14枚入っていてお得感があります。シールのサイズ感はどちらも同じぐらいですが、キャンドゥの方が人差し指から薬指くらいまでの中間サイズが多く入っています。両手の指10本に貼ることを考えれば、キャンドゥの方が枚数が多く、失敗しても枚数に余裕があるのでおすすめです。それでは早速試していきましょう。箱の中にはジェルネイルシールが入っているシルバーの袋とウッドスティック、ヤスリが入っています。また箱の裏面に使い方が書いてあって、シールを爪の根元から爪先に向かって貼り付けたら、爪先にシールを巻きつけるように折り曲げて、付属のヤスリで余分なシールを削り取って、最後に UV LED ライトで30秒間硬化するとあります。また自然光で約2時間で硬化とも書いてありますが、待つ時間が長いのでできるだけネイルライトを使って固めるようにしましょう。それではジェルネイルシールを貼る前にネイルケアをしておきましょう。100円ショップのセラミックプッシャーを使って爪の根元にへばりついている甘皮をくるくる円を描きながらこすり取ります。ジェルを塗る時もネイルシールを貼る時もどちらの場合であってもネイルケアをしておくことで長持ちにつながりますので、ここでしっかりネイルケアをしておきましょう。詳しいネイルケアの方法はこちらでもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。ネイルケアが終わったら付属のヤスリを取り出します。
今回はネイルシールをより剥がれにくく長持ちさせるためにこの白い面を使って爪の表面に軽くヤスリがけをしていきます。爪の表面が曇る程度に本当に軽くで OK です。ヤスリがけが終わったらキッチンペーパーに感染対策で使う消毒用のエタノールを含ませて爪の表面についている皮脂などの油分を拭き取ります。キッチンペーパーを折りたたんだ角を使って爪の両サイドや根元などを念入りにゴシゴシと拭き取りましょう。油分除去が終わったら袋に入っているジェルネイルシールを取り出します。シールは全部で14枚、同じサイズのものが2枚ずつ入っています。それぞれサイズを計測しておきましたので皆さんの爪サイズに合うかどうかぜひ参考にしてみてくださいね。またこういったネイルシールを貼るとき長持ちさせるためのポイントとして自分の爪よりもほんの少し小さめのサイズを選ぶようにしましょう。自分の爪サイズにぴったりすぎるとシールがめくれやすくなり端から水や油分が入り込んで剥がれる原因になってしまうからです。ですのでぴったりのサイズよりもワンサイズ小さいものを選んで貼るとシールが長持ちします。それでは爪に合うシールを決めたら台紙からゆっくりと剥がします。シールの裏面を直接手で触ると油分がついて剥がれやすくなってしまうのでピンセットを使って剥がしていきましょう。ピンセットでシールの爪先側をつまんで持ったらシールの根元側を爪の根元より1ミリほど離して貼り付けます。一旦爪の上に置いたら付属のウッドスティックを使って爪の中心から外側へ向かって空気を抜きながらぴったりと貼り付けていきます。この時ウッドスティックの先端をあまり力強く押し付けすぎないようにしましょう。半生状態のネイルシールなので表面がとても柔らかくライトで固める前にへこみができてしまうと直せなくなってしまうからです。ですのでもしシリコンスティックなど柔らかい素材のものをお持ちであればできるだけそちらを使って圧着していきましょう。シールを貼り付けたら、爪先の余った部分を爪の内側に折り込みます。この折り込んだ余分なシールを付属のヤスリで削り取っていきます。ヤスリの黒い面を使って爪に対して斜めに当てて、余分なシールを削っていきます。爪の右側から真ん中、左側へと爪先全体に動かしてシールを削り取ります。だいたい削り終わったらシールを取り除きます。削り取った後まだ爪先がガサガサしている場合はヤスリの白い面を使って滑らかに整えておきましょう。
これでジェルネイルシールを貼り付けることができました。シールを貼り付けたらネイルライトで固めていきましょう。今回はキャンドゥのこちらのライトを使います。ジェルネイル用のこちらのライトに30秒間当てます。またライトを当てるときは近くに未使用のネイルシールを置いてしまうとこちらのシールまで一緒に固まってしまうのでライトの光が当たらない場所に置いておきましょう。ライトで固めた跡がこちら。硬化した跡は硬化する前に比べて少し硬くなりました。カチカチというわけではなくジェルネイル特有のぷっくりした感じも残しながら表面の繊細な柔らかさがなくなったというような印象です。ネイルシールのいいところはジェルネイルと違っていろいろなものを準備する必要がなく貼るだけでネイルアートが全部完成すること。ジェルだと揃えるものがたくさん必要だしうまく塗る技術も必要です。でもネイルシールはそういった煩わしさが不要です。ただしその分ジェルネイルよりも長持ちはしません。ジェルでもネイルシールでもどちらもメリットデメリットがありますので皆さんの生活スタイルに合わせて選んでいただけたらいいなと思います。そしてこのジェルネイルシールはライトで固める前と後でどのくらい固くなるのかなと疑問に思ったのでシールを1枚そのままライトで固めてみました。固めた後のシールがこちら。見た目は特に変わらず、一応折り曲げることもできました。画像では分かりにくいのですが、固める前のシールと比べると、ヘナヘナとした柔らかさがなくなって、下敷きのような芯がある感じへと変化しました。またこの固めたシールをウッドスティックを使ってオフしてみました。隙間から少しずつ剥がしていくんですが、普通のネイルシールに比べてぴったりとくっついていて、とても密着力が高いです。普通のネイルシールだと数日くらいしか持たないと思いますが、このジェルネイルシールなら2週間くらいは持つんじゃないかなと思います。とても剥がしにくいので、オフする際はネイルオイルをシールと爪の隙間に流し込んで剥がすか、またはお湯の中に浸しながら少しずつオフするようにしましょう。キャンドゥのジェルネイルシールいかがだったでしょうか。普通のネイルシールよりも密着がよく長持ちするのでネイルを楽しむ方法の一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたらぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。